中学入試、気づけば難しくない円の両問です。では始めましょう。図のように半径6センチの5つの円が重なっています。赤点はそれぞれの円の中心です。色のついた部分の面積の合計は何平方センチメートルですか？円周率は 3.14 とします。では解説をします。図で3点 ABC をそれぞれ結ぶとき、AB は円 B の半径より6センチ、ACBC は円 C の半径より6センチ、よって三角形 ABC は正三角形となり、角 ACB イコール60度です。ここで図のように等積移動すると、赤部分は半径6センチ、中心角60度の扇形であり、それが全部で5つあるので、色部分の面積の合計は上のようになり、94.2 平方センチメートルが正解となります。